ブテンブローク家の人々は1901年に発表されたトーマス・マンの長編小説。マン自身の一族の物語で北、ドイツ、リューベックの昇華の四代にわたる歴史とその衰退を描いている。戦前のヨーロッパにおいてベストセラーとなり、1929年にマンがノーベル文学賞を受賞した際にはこの作品が受賞理由として挙げられた。 全体は11の章からなり、副題として、ある一家の没落が付されている。1代目の当主である老与ハンブテンブロークは、現実的な性格を持って、紹介を立ち上げた人物であり、作中ではすでに引退して次男に紹介を委ねている。2代目ヨハンは紹介を維持していき、オランダ領事の名誉職も得るが、1848年の革命の影響で紹介に、 多大な損害を与えてしまう。三代目トーマスは一家を誇りに思い、家長としての威厳を保つように努めるが、その反面自分の精神的な弱さと一族の没落を察知しており、古軍奮闘の末に辛労で倒れる。残された四代目ハノオはすでに現実的な望みを失っており、音楽のみに情熱を傾けている。作品は当初、 兄ハイン・リヒマンとの共作となる予定であったが、兄が不都合になり一人で執筆する形となった。執筆には1897年から1900年まで3年がかけられている。ドイツでは1923年、1959年、2008年と3度映画化されており、また1971年にイタリアで1979年には独仏合作で、 それぞれテレビドラマ化されている。日本では北森尾の長編にレケの人々に大きな影響を与えたことで知られている。ありがとうございます。